こんにちは、りょうです。今日はここにあるように食べ物アレンジ企画を取っていきたいと思います。でまず一つ目は、こちらシーフードヌードルと雪見大福を混ぜて食べる。あと二つ目はカレー飯とピノ、このピノ二つぐらいを入れるとちょうどいいらしい。でこれ SNS で、少し前ですかね、話題になったみたいなんで、今日はこれが本当に美味しいのかどうか初めて検証していきたいと思います。やるぞ。Close to the sun。 今さっきお湯を入れて、どっちも時間来たので準備していきたいと思います。まずシーフードヌードル、美味しそうですね。雪見大福は一つだけ入れていきますね。入れていきます。これで少し溶けるのを待っときます。じゃあ次、カレー飯とピノ、これは先に混ぜますね。この中にピノを2つ入れていきます。お、これ星形のピノ入ってました。せっかくなんでこれ使いますね。どうなんでしょう、これ。じゃあシーフードヌードルと雪見大福から食べていきたいと思います。いただきます。私今までアレンジレシピかなり失敗してるので、溶けてます、いい感じに。じゃあ食べていきます。あ、匂いはまだ全然シーフードヌードルですね。あんまり雪見大福の味がしないですね。足していきます。あんまりなんか私的に雪見大福とあんま味が変わった感じがないんで、もう一個入れていきます。これも溶けるのを少し待ちますね。はい、じゃあその間に、その間にこのピノとカレー飯を上だけ残った、いきます。おーい、若干白っぽくなったような気がしません？じゃあいただきます。あんまり変わった感じがしません。足していきます。入れていきますね。これも少しちょっとカレー粉ついて待ちます。その間にうちらが多分できてるんで、これ見せてください。1個でいいんですか？見せてください。大体バニラバニラの美味しいです。これはやっと2個入れて、やっと
美味しいけどやっぱり普通に食べた方が美味しいと思います。ちょっとこう味を変えたい時にはいいかもしれないです。そろそろ、あ、いい感じですね。それで、甘くなった。でもあんまり変わった感じがしません。足していきます。もう少し待っておきます。その間にいや、クリーミーな感じになってなんか何に近いの、なんか塩辛さ的なのはなくなりますね。皆さん、カップラーメンといえば何ですか？あ、コンポタージュ。はい。シーフードコンポタージュ。じゃあ、うち。なんか一口入れて入れた時のこの広がる香りっていうんですか、なんか変な感じ。何て言ったらいいんだろう。バニラか。なんかこう甘さが欲しいなっていう時は入れてもいいかもしれないです。まあ、これもまあノーマルが一番美味しいです。まあでもまずくはないですよ、全然。美味しい。これは完食しました。私今日首を寝違えてて めっちゃ痛いんですよ。だから汁が飲めないんですよ、きつい。最後完食しました。私的にはこれは結構美味しかったです。これはまあ、あんまり味が変わったのが分かんないです。で、どんどん入れるとなんか気分が悪くなってきます。なんかバニラだからか分かんないけど、ちょっとムカっていうか、なんかムカムカする感じはやっぱちょっとありますけど。まあでも全然どっちも美味しかったです。よかったら皆さんも、まあ、多分やってる方も多いと思うんですけど、まだやってない方やってみてもいいんじゃないでしょうか。ごちそうさまでした。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またもしなんか面白いアレンジやったらやってみたいと思います。まだまだやるぞ。